の小島よしおが12日、千葉、流山市の商業施設、流山大鷹の森、SC、で、書籍、小島よしおの僕と一緒に考えよう、発売記念イベントを開いた。小島は、ニュースサイト、あえら.で、子供の悩み賞、段に答える連載を担当しており、累計で1300万 PV を記録。連載の中から、勉強が嫌い、つい嘘をついてしまうなどといった、小学生22人の悩みと小島の回答をまとめものが今回の書籍だ。小島はたくさんの人に集まってもらい、嬉しかったです。静岡から来てくれた子もいて、ビッグ、リオ、パッピーですとにやり。これを機に本を読んでいただいて、一緒に考えよ、うの輪が広がればいいなと思いますと話す。書籍のお渡し会では、皆さんの生の感想が聞けて、う、で、ピーヤでしたと、ちょいちょい、持ちネタを挟んだ。反省点は、流山大竹の森、間違ってしまったこと。次は間違えないように細心の注意を払いたいと思いますと最後は真面目だった。小島は近年子供をターゲットに据えた活動に注力している。